所の避難状況です。高坂小学校70人、内郷2中81人、内郷1中23人、つづら保育所6人、内郷コミュニティセンター56人、内郷地区保健福祉センター3人、三間屋小51人、小島公民館35人、お伝えした可能性がありますので、もちろん大変です。